靴下も履こう。サッカーソックスにビジネスシューズ。なんかちょっと芸人みたいになった。皆さん、おはようございます。ただいまのアイナトーン時刻は2020年7月1日水曜日の午前11時15分です。今日は特にお知らせはありません。週も半ばになりましたので、後半も元気に過ごせるように無理はなさらないでくださいね。それでは、ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。あれかな、とりあえず、あ、びっくりした、なんかと思った。そう、昨日ももらってきたんよね。で、たぬきバンク。アイナ様、いつもたぬきバンクをご利用いただきありがとうございます。361ベルの利息がつきましたことをお知らせします。アイナとたぬきバンク、やったね。でもやっと361ベル。そしてルーシー、アイナさん、私ね、一人の時間も好きなんですけど、一日誰とも喋らないとなんだか寂しくなるんですよね。こうしてメッセージカードを書いてると、寂しがりに一人好きっていう甘の弱な自分に気がつきました。複雑な乙女心、ルーシー。寂しがりの一人好き、どういうことや。やっほー、ライオネル。僕の心の声が届いたのかな。待ってたよ、アイナくん。おしゃべりしよう。また会ったね、アイナくん。夢の中で会ったじゃないか、まさしく。そのセリフはあまり言わない方が。こんにちは、またお会いしましたね。今日もデザイン修行のためアイナ島に来ているんです。あの、お時間よろしければファッションに関するリサーチもご協力いただけないでしょうか。お願いしたい内容は、こちらが主催したファッションテーマになった服装に着替えて私に見せていただくというものです。大したものではありませんが、お礼もご用意しておりますので。オッケー。てかマジでさ、ほんと、あの、普通の収納と、あの、なんていうん、この服だけを入れる収納と分けていただきたいんやけど、じゃないと服だけで埋まっていくって。今回見せてほしいのはフォーマルなコーディネートです。卒業式や高級レストランなど格式高い場所に着ていくようなきちっとした服装に着替えてきてください。参考用としてフォーマルのイメージの服をお渡ししておきますね。ふんふん。なんかケイトさんのデザインでフォーマル系ってあんまり思い浮かばんのやけど、レースのシャツ。ふんふん。別にケイトさんデザインじゃないってことかな。一旦ちょっとそれを着てみるわ。レースのシャツ、こんな感じ。なるほど、シンプルだね。めちゃくちゃシンプルだね。株価もね、一回ポーンって跳ね上がったら、とりあえず売るべきよね、やっぱり。どうもー、いらっしゃいませ、ませ、たぬき商店へようこそ、ようこそ。はい。アイナさん、いらっしゃいませ、ませ、今日はどうなさいましたか。今日の株価は、ただいまの株価は、安い。なんでそんなに安いの。でも買い取りを、株はちょっとまだ売らないわ、じゃあ。とりあえず、トリケラトプスの体とスミロドンの体。はい、オッケー。いろいろ持ちくださったんですね。では計算しますと。はい。では合計7000ベル。おー、きっちり。お買い取りでいかがでしょうか。お願いします。ありがとうございました。マスター。またいつでもお気軽にご利用くださいませ。ませ。ってことで、フォーマル系の服をちょっと見繕ってきましょうか。よしよし。森。やっほーい。いらっしゃい。手作りファッションの店、エイブルシスターズへようこそ。ってことで、早速着替えます。え、あれ結構いい感じじゃない？でも、ワンピース、フォーマルではないかな。ねえ、さっきのめっちゃ、お、なんか森。これ結構いろんな色があるのね。あの、さっきのね、この辺の、マリンルックワンピースめっちゃ可愛いけど、多分フォーマルには入らないの、だろう。だろう。え、売っとる中になくない今日、フォーマル系。キャリアのスカート。ハーフカーゴパンツ。可愛いのはいっぱいあるんやけどね。オーバンストール T シャツ。絶対可愛いやつ。なんか思った感じと違う。ちょっと思った感じと違う。ちょっと待って。家にあるやつで行くわ、じゃあ。やめとくのね。またいつでもどうぞ。ってことで、ちょっと今日は自宅ので勝負します。おおきに、またどうぞ。
なんかピアスとかもあればいいのに、ね、あつ森。学士の服とかも入るんかな？テーラードジャケット。あとは、タキシードとか？スーツ。スーツ確実じゃない？いや、しかし、下をどうするかという。難しい。下スラックスとかでいいんかな？ワイドチノ。ちょ、待って。じゃ、とりあえず、スーツに、ちょっと頭のやつ外すやろ？この辺外して、スラックス。こっちの色の方がいいかな。で、足元。帽子とかは、ない方がいいか。丸メガネ。に、サッカーソックス。足元。ビジネスシューズ？靴下も履こう。サッカーソックスにビジネスシューズ。なんかちょっと芸人みたいになった。なんか芸人みたいになった。あ、てか可愛いってマリンルックワンプリース持ってるやん。やっぱ毎回同じような服を可愛いというのね、私は。もうこんな感じでよろしいでしょうか。これでどうでしょう。もっとね、ちょっとエレガントな感じにできればよかったんだけども。あ、着替えてきてくださったんですね。そちらのコーディネート、もう見せていただいてもよろしいですか？ OK。飲み飛んでない誰か。ありがとうございます。早速見せてもらいますね。なるほど。どうですか？素晴らしいです。まさに私が思い描いていた理想のコーディネートです。おー、よかった。ツンドラさんや、飲み。こんなにフォーマルというイメージにぴったりの組み合わせがあったなんて、感動してしまいました。私もあなたのようなセンスを身につけていきたいです。本当にありがとうございました。お礼に仕立て屋クーポンをご支度に郵送しておきますね。仕立て屋で使いますので、ご利用ください。あと、これも受け取ってください。私がデザインしたものなんです。お気に召すかどうかわかりませんが。また靴下？タイツやった。ケイトのタイツです。それも私が手掛けているブランドのアイテムでして、よろしければどうぞ。できたばかりの新作なんです。今後仕立て屋にも商品として並べてもらう予定です。またお会いすることがあったら、よろしくお願いしますね。ご協力ありがとうございました。とりあえず、中やけん見えんけどさ、これで、あ、ほら、やっぱり、こんな、こんな、どぎついピンク。なんで毎回そんな派手なデザインなの？でもって普段別にね、本人全然派手な格好してないし。ちょいと待ってね。はっ！後頭部を。そしてそれをニコニコと見守るケイトさん。飲みだ！あー、かゆ。あら？かゆいとは思ってたけど、まさか飲みがいたなんて、なんだか恥ずかしいわ。取ってくれたのがあなたでよかった。勇気を出してくれてありがとう、ならだわ。よかった、よかった。お。アイナちゃん、チャオ。今日も乗ってる？あは。お話ししよう。昨日ボイトレ頑張りすぎて、微妙に声がかすれてるんだよね。いつもはもっと可愛い声なんだけど。あは。あ、てか結局その服なんやね。でもそれが一番似合っとると思うよ。私があげたやつで、お！クワガタじゃねえか。これは。そっ！やったね。ん？これは。ミヤマクワガタを捕まえた。クー！冠がご立派です。よきよきー。なんか結構さ、あつ森ってこう、なんていうの、木に止まっとる虫とかさ、そーっと近づいても、あっという間に逃げてしまうけんさ、ちょっと捕まえづらいんよね。メッセージボトル。拾ってくれた優しい誰か。今までのダイアリーを整理していたら、面白いレシピを発見したんだ。きっと君にも作れるはずさ。僕のレシピがあればね。うまくできることを祈ってるよ。グラハムより。グラハムは、ハムスター？散らばった髪。
ふんふん。散らばった紙のレシピを覚えた。これ結構ね、乱雑な部屋を作るためとか必要な気がする。散らばった紙。よきよき。書類の山が必要って書いとったね。書類の山多分、あったんじゃなかろうか。うん、わからんけど。わからんけども。あ、セミおった。お、なに？頑張ってるか？うるせえ、逃げるセミが。え、大声で応援するのって結構気持ちがいいぞ、の心。あ、セミの鳴き声ちゃんと聞こえるね。お前も頑張れを使って誰かを応援してやるよ。例えばこんな感じで。あ、なるほどね。そういうこと。筋肉万歳。教えてくれるのね。頑張れのリアクションを教えてもらった。ファイト。いきなり何の話されやんかと思った。リアクションね。はっ。イエーイ。ん、これは。ミンミンゼミを捕まえた。元気があってよろしい。あれね、なんかオケラとかも捕まえたかったんやけどさ、なかなかわからんよね。飛び盛りん時はもう大体声が聞こえる。この辺りかと思って掘ったりしよったけど。あ、やっほー。なんか木の枝持っとる子久しぶりに見た気がする。最初の方木の枝持っとる子いっぱいおったけど。あら、アイナさん、よ。おしゃべりしよう。今日も一日張り切っていきましょう、よ。張り切ってこ。さあ、マミーさん。マミーさんは今日もゆったりだね。ちょうどお顔が見たいなって思っていたところなんでした、ふん。え、お隣さんなのにいつでもおいでよ。あつ森って家を訪ねてくるみたいなのはないんかな？お話ししよう。このお部屋でアイスティーを飲みながら本を読んでいる時間が私の最高の贅沢なんでした、ふん。いいね、いいね。インテリア、住む人の内面を表すって何かで読んだことがあります。見られるとちょっと緊張しますね、ダフン。内面か。マミー様はどういう感じなんやろ。でも、綺麗にしとるっていう感じなんかな。私なんか、私、自分家に飾っとるやつさ、結構なんかパステルチックな色多いけど、現実的なものが多いよね。色味的にも。はい、それじゃあ、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ということで、まあ、またね、時間帯とか変わったら、取れる虫とか変わると思うけん、その辺のは、動画外とかでもいろいろ捕まえて、寄贈したいと思います。